写真拡大。ウエスタン、ソフトバンク阪神22日、多摩ホームスタジアム筑後。先発した阪神、岩田稔投手35が5回2安打無四球無失点、1奪三振と安定感のある投球を見せた。初回、先頭の周東に左線への安打を浴びるも、左翼手の俊介が2塁を狙った周東を刺した。続く栗原を遠ごろ、釜本を夕ごろに打ち取った。得点圏に走者を置いても冷静だった。3回は西二塁としたが、周東を初球の140キロ直球で夕ごろに。4回は西三塁で真砂を139キロ直球で遠ごろに抑え、得点を与えることはなかった。球数も64球にまとめ上げ、テンポ感のいい投球を続けた。